黒ずくめの連中を全員知っているわけじゃない。貝原さんが怯えていたのは間違いありません。貝原さんのためにも絶対に逃がさない。これでいい。これなら顔認証できる。貝原さんの写真と防犯カメラか何かの映像は何かのソフトを使って見比べてます。ソフトで貝原の顔を見比べて貝原の正体がバレる。大変申し訳ございませんでした。娘と言いましたが、実はわしの親戚の子でしてな。親戚といってもこの子は特別なんじゃ。誰よりも大切な子なんじゃ。わしにはたった一人の家族なんじゃ。怖い思いをさせてごめんね。別にいいわ。規則を破ったこっちが悪いんだし。お、大人だね。大切な博士の分もしっかり福引きしてくるわね。だから金庫で待っててね、博士。おお、楽しみにして待ってるぞ。でも私には無理ね。今のままじゃな、黒ずくめの組織をぶっ潰し元の姿に戻らねえ限り。だがその組織のせいで、まさか灰原があんなことになるなんて。